はですね、まあ、僕20歳の時にアメリカに留学に行ったんですけど、大学の付属だったので、まあ、大学の行事にも参加できるっていうものだったんですけど、そこでダンスパーティーがあって、まあ、最初見てただけだったんですが、次お前の番みたいな感じになって、でその時に高校の時に中学の同級生からいくつかステップを教わっていて、まあ、ちょっとかじった程度だったんですけど、その一つのステップを覚えていて、それをやったらまあちょっと受けたというか、まあ、盛り上がったんですね。普通に歩いてる人を見てたとか、植物だったり動物だったり映画だったり海だったり別のショーだったり、まあ、いろんなところから面白いなと思ったもので、まあ、取り入れてっていう感じですね。努力が嫌いなので、うん、嫌いというのもあれですけど、決して努力ができるタイプの人間ではないので、うん、いかに努力をせずに、まあ、だから一応ダンスが基調でやってるんですが、うん、ダンスとは言ってもそのそこそこのダンスのレベルで、うん、そこそこのパントマイム、そこそこのマジ、うん、まあそこに関してはもう二流を最初もうさらに三流ぐらいなんですけど。まあ、どう見せると一般の人に楽しんでもらえるかっていう方にどちらかというと重点を置いて考えてるという感じですかね。10人いたら、10人の中の本当に評論家みたいなそのプロの2人の人に認められたいのではなくて、うん、その人から批判されても、うん、残り8人の一般の人に楽しんでもらいたい、うん、なるほど、なるほど、っていう、はい。うん